あ、びっくりした。何があるんかと思った。何これ？こっちに気づくの遅くない？皆さん、こんばんは。ただいまのアイラトーン時刻は2020年4月6日、月曜日の午後8時55分です。なんかスケジュール帳を調べよったんかな。今日は特にお知らせはありませんが、ずっと探してた靴下の片方が洗濯機の後ろから出てきたんです。お気に入りだったので嬉しくって。どうでもいい。可愛いけど。あ、私ったら個人的な話をしてしまってすみません。いやでもそういう話聞きたい。では今日皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。スケジュール帳とかびっしり書いてそう。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。スマホが鳴っている。またあれか、お金。もしもし、こちらたぬき商店のまむきちです。そちらあいなさんのお電話でしょうか。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金9080ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。またスポーティーな格好してるね。それんシャンク、ちょ待って待って、シャンクや。てかちっちゃくね、こんなんやったっけ。え、なんかめっちゃちっちゃくね、かわいい。いらっしゃい。お、初めてのお客さんだよな。俺の名前はシャンク。見ての通り靴やソックスバッグなんか売りに来てるんだ。バッグも売ってくれるん。へえ。週に一回この島へ来るつもりだから、今後ともよろしく。おー、週一で来てくれるのありがとう。よかったら今日の品、見るだけでも見ててくれよ。ふんふんふん。全然見るし。え、かわいい！パーティーバッグ。え、絶対この服に合うやつやん。いいね。二つきリュック、スタッツリュック。え、かわいい。これ何？スパンコールレギンス。へえ、そんなものまで。フリル付きニーハイソックス。ええー、アニマルスリッパ。すごいね。ちょっとパーティーバッグ欲しい、私。パーティーバッグは1250ベルだけど欲しいのかい？買っちゃいます。よし、来た。で、ちょっとこのバッグの代わりに持つわ、私。ありがとう。毎度あり。他にも何か買っていいかい？いや、大丈夫。ありがとよ。ってことで、ちょっとパーティーバッグ。見てこれ。え、超可愛くない？え、めっちゃ似合うやん。よき。あー、めっちゃいい。超嬉しいんやけど。あー、びっくりした。何があるんかと思った。何これ？ちょっと待って、こっちも。え、何これ何これ、コンペイトーみたいなの落ちとる。星のかけら？星のかけらって何？何するのこれ？置くしかできんやん。え、よくわからんけど、やったー。あ、灯台ちゃんと機能しとるね。ほら。ね。よきよき。なんかわからんけど、星のかけらゲット。あ、あれか。流れ星のやつや、多分。何か意味はあるんかな。これを見つけたラッキーな君へ。拾ってくれた君に卵のレシピをプレゼントするよ。君のラッキーアイテムになるかも。ぜひぜひ作ってみてね。ラッキーバニーより。イースターのバルーン A ってことは B もあるってことやね。ふんふん。イースターのバルーン A のレシピを覚えた。さあ、何が何個必要になってくるのだろうか。多分あの星のかけらは、ね、あ！もう一個。え、しかも横にまた、メッセージボトル。今度普通のメッセージボトルや。星のかけら集めたらなんかいいことあるんかな。よその島の誰かさんへ。昨日の夜 DIY のプロになる夢を見たんだけど、その夢の中で作ってたのがこのレシピなんだ。秘密にしようかと思ったんだけど、どうしても誰かに言いたくって。他の子にも教えていいからね。大発明家のアチョットより。誰アチョットって初めて聞いた。え、ブーメラン。ブーメラン知ってるわ。ってことはもうあれは売るしかないと。あ、待って待って待って、ちょ、そこのヤドカリ屋もういない。早っ。くっそ。何してるの？あ、水出しよる。ちゃんと使うんやね。なんか、それぞれのアイテムちゃんと使ってくれるのめっちゃ良くない？今水じゃーって出しよった。ん？またしても。あ、ちょっと待って。
ナイスナイス、ふぅ、ちょうどの位置やったね。さあ次は何を買いましょうか。お、なんかたぬきち忙しそうやね。待って、何かある？お絵かきセットいいやん。針葉樹の苗。お、それは植えたら針葉樹ができるってことか。たぬき開発マルチメディア端末タヌポートでございます。1日1回にタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。1日目50マイル。ご利用になりたいサービスをお選びください。ってことで、じゃあ今回は、何にしようかなー。とりあえず、水飲み場。水飲み場もね、公園のところに欲しいんやけど、電柱、ビーチの監視台。ビーチの監視台もいいね。どうしよう、スプリング遊具買ったけん。パブリックベンチ、公園の時計、砂場。じゃ、次砂場にしよう。砂場は2400マイルになります。交換いたしますか？お願いします。商品の交換を受け付けました。商品は郵送でご自宅へお届けします。他にも交換いたしますか？いや、大丈夫。ご利用ありがとうございました。お、何かしら。ここか。マイルを使ってマイルをゲットキャンペーン。たぬきマイル200×2ゲット。イエーイ。今の評価はどんな感じかな？大して変わってないかな？お、すぐに気づいた。居眠りしよったのに。あら、エラさん、こんばんは。本日はどのようなご相談でしょうか？島の評判について。アイラ島の評判をお知りになりたいんですね。現在のアイラ島の評判は一つ星です。ああ、変わってないね、やっぱり。まだまだ今後の成長に期待されている状況です。具体的に寄せられたご感想の例を読み上げますと、目立たないところが素晴らしいです。このまま私と共に忘れられがちな存在でありますよ。それは、誰？ゆうたろうかい？とのことです。この方はある意味喜んでおられますが、住民が少なかったり話題性がないと評判が得られないんですよね。何よりこちらの届くご感想もこの方からばかりなんです。だって前はなんか人がおらんのがいいみたいなんよってん。ゆうたろうじゃない？違う？ちょっとわからんけど。住民を増やすには、この島のどっかに売り土地を設けて移住してくれる方を募集する必要があります。売り土地の確保を希望される場合は、たぬきちさんのカウンターでインフラ整備についてご相談くださいね。以上になります。また、島の評判を気になりたいときは、お気軽にお尋ねくださいね。ちなみに、他にも何かご相談はございますか？大丈夫、何でもないです。わかりました。また何かございましたら、お気軽にご相談くださいね。了解です。これで何かしら作れるようになったはず。DIY で何か作ろうかな。作りまーす。あれはちょっと揃ってから作りたいけん。あ。じゃ、これやね。エイサーの壁紙。作ります。イェーイ、イーサーの壁紙ができた。さあ、これで、魚の卵の服。作りまーす。魚の卵の服ができた。さあ、そして、あとは、あと作ってないやつで作れるようになったのは、ないね。うん。ないね。あと、この二つや。ウッディ、空飛ぶ魚。その三つが足りんくなった。なるほど。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。もうちょっとでなんか満月になりそうな感じがする。満月の時は満月の時でなんかあるんかな？